平成19年5月13日、阿蘇観光牧場飛行場で第7回大阿蘇ラジコン航空ショーが開催されました。当日は天候にも恵まれ、午前9時から開幕。県内外からたくさんの観客が訪れました。フライトショーは大型ガソリン機によるアクロバット飛行やタービンジェット機の飛行など、いろいろなラジコンたちが阿蘇の大空を舞い、午後1時過ぎ、八女市の永石昭夫さんが操縦する日本一大きなラジコン、フライベイビーの登場。見事なフライトを見せてくれました。会場には佐藤阿蘇市長も訪れ、歓迎の挨拶をしました。その後も航空ショーは午後4時まであり、訪れた観客たちの中には盛んにカメラのシャッターを切る人もいたりと、大草原の航空ショーに見入っていました。